四代目水影をおもちゃにし霧隠れを蹂躙した暁、よく見るとやっぱりいい男ね、内葉の一族って。いい男なのにもったいないわ。せめてとろけるようなキスをしてあげる。色目使ってんなよババアのくせに。水影様やる気だ。僕が水影様をお守りしなきゃ。土影様、参戦しないなら頭を下げておいてくださいね。あなたの横、その壁はさっきの攻撃の時に蓋をしておいたの。私は火、水、土の3つの性質を使う。だから血気限界も2つ持ってる。吹っ飛ん公務の術。溶けている。このままいい男が溶けて崩れていくのはいつ見ても心が痛むけど、死んでもらう。これはさっきの暁。これ私のチャンク。こんな三神なのところへ漏れる濃度を変えないと。